えー、化け物使いというお話です、えー。昔から人を使うは使われろと言って、まあ人間っていうのは、いたって使ってやると相手もよく働くけど、逆に乱暴に使うとなかなかそうはいかないって言いますが、と枕を振ったがまあ間違っちゃいないがね 私、つらつら、思い、立てまつるにだ。どうも人間というのは基本的には他人を使いたくないのではないかというような気がして、まあ、これはあくまで気でしてね。なぜかっていうと、用事を頼んだ相手が、頼まれた以上やりすぎりゃ、文句を言い,い、足りねえとまた文句を言う。どうもなんか人間、自分でできりゃ、 てめえのことは自分でしたほうがいいんではないか。ああ、仕事の量が増えるということは自分が良くなった、偉くなった、そのために他人を使うのは立派な行為だなんと世間が勝手に決めただけで本当は嫌いなのかもしれない。まあ世の中、人使いの上手下手っていうのがあるばかりか、人使いの上手い人が天下を取るなんていうことでね。 えー、どうやって人を使うか。えー、なんという本まで出てる、バカバカしさ。私なんぞ。あー、まずい方の代役みてえなもんねやたらと荒っぽい豪雨の中で死に。はい、タクシー拾ってきな。えー、あの、この雨で拾えないんです。拾えねえからおめえに言ってんだ。 あれ持ってこいよ。ありません。ありませんなんて言葉を聞くために言ったんじゃねえ。持ってこいと言ったんだ。お、はい、線路の枕木抜いてこい。持ってくると。よしえれえれ。弟子もまたきちんとやるようになる。師匠、これ盗んできました。よしえれお前どっか見込みがあるやつだ。 それでもやっぱり悪いことをするにも一つの線がある。その線を外すと、とんでもねえ野郎だ。なんてなことになるから、弟子は品物一つ盗むにしても、盗品と方法に神経を使う。これを修行という。嫌な修行だ。あのね、一服してからでいいんだよ。ちょいとね、すまないがね。 電報を打ってきておくれよ。とこう言うと、電報ってのは急ぐっていうのは知ってるから、あ、それじゃあ、ゆっくり一服してから打ちに行きますなんって言う人はあんまりいない。え、じゃあ行ってきますよ。後からゆっくり一服とこうなるんだが、これも昔のことでね、世の中変わってきたからなかなかそういかない。ああ、素直に受け取って一服していくってなもんで、 いつの世にも一つがいのやけに荒れ人間がいて、むしろ荒いと言った方がわかりやすい。荒井さんだ。はい、ゴンスケ。片付いたのか道具置き場。湯戸の台所。ちゃんとしたな。ああ、ああそうか。で、片付いたら部屋残らず入いて。あと拭いちまっとくれよ。 今度のな、うちはこの通り。広いや。いいな。広くて前のうちの倍以上あるぞ。で、家賃が安い。気に入った。こんなうちは滅多にないよ。運がいいんだな。わしは。あのな、書斎はここに決めた。いいな。今は八条の方だ。あそこで寝起き。いやいやいや。そうでよね。 寝るのは隣の六畳にするよ。いいかい布団などはそっちの押し入れに入れときな。そこの押し入れだ。他にも雑誌があるが、これはまた後で考えるからいいや。お前に台所の隣の四畳半をやるから、勝手に使いな。だいたい前の家と同じように、物を置いとくれよ。打つものは打って、かけるものはかけちまえ。はい。 終わったらこっちへ来い。あ、この庭。これも広いや。木が多いね。あ,あどうだ。この緑の匂いが何とも言えない。池もあるしな。このぐらいの広い庭だ。楽しめるぞ。ずいぶん荒れてるけどな。直せばいい。お前の楽しみも増えるぞ。あの松の木だってなんかいいぞ。こう歪んでてな。 秋になってあれに月がかかると何とも言えないいい眺めになる。一句読みたくなるような心持ちになるだろう。ああ、石道路だってあそこに倒れちまってるけど、見たら欠けてやしねえんだから。あれも起こして汚れを取れや結構なもんだ。ああ、泥なんぞ落としてな。庭石もいいし、池の形もいいだろう。 ああ、ちょいと塀のところは壊れちまってるが、あれってすぐ直せるわ。お前がいるんだから大丈夫だ。台所は広いしな。前の家よりも、ああ、ずんといいや。何しろ門構えが違う。植え込み、飛び石、蜘蛛の巣だ。雑草だ。汚れだ。なんざ、どうでもなる。なあ、やっぱりこのぐらいの広さはなくちゃいけねえ。結構なもんだ。 あおい、ゴンスケ、お茶入れとくれ。それから机をこっちへ持ってこい。えー、ここのところへな、ここは書斎にしたんだから、そこへ置け。その上へ棚をつれえ。棚を、そこへ釘を打てあ、そっちにも打ちな。それからな、誇り、誇りするからほ、ほうきなんぞをかけるものはあっちの方へ打っちまえなよ。なにあ、もうやっともうよしよし。 で、そこへ順に本を並べろ。うん前のうちと同じように並べるんだ。靴くずかご持ってこい。筆箱と暗読こっちへ持ってきな。暗読はきれいにしておけよ。耳かきがあったらよこせ。孫の手も一緒に。火、いるかもしれねえから起こしなよ。火鉢はちゃーんとあるな。 表の、ああ、天水桶に水を張っとけ。で、飯を食う。飯の支度をしろよ。おかずはな、煮豆と干物でいいや。なかったら買ってきな。ああ、どっかに売ってんだろう。人が住んでねえわけじゃねえんだからな。ああ、それからな、あの、玄関の掃除が終わったら、水を打っちまいなああ。それから吐いて水だ。でな、叩きもな、きれいに磨いておくんだ。 玄関にも石があるだろうあれも綺麗にしとけよ。ああ。表が、表、おい、掃除しなよ。掃除したらな、隣の家の前も、なあ、やっておいてやんなよ。引っ越しそば代わりだ。ああ右取りのあをやったら左どなにも掃除しなきゃいけねえだろうが。角が立つからな、前のうちの前も掃除しまえ。 その、両隣もやれ。向こう三軒両隣ってな。ああ、懐かしい。坂東亀蔵。ああ、岩尾金四郎だ。うん住んだらこっち行きな。うん。品川へちょっとな。手紙を持っていけ。山田やって、知ってんだろあそこへな。ついでにな。それから千住へ回れ。品川のついでに千住でガスか。ああ、そうだ。 物にはついでっていう言葉がある。ああ、それからな。いや待ってもレえティそう次から次へとはできねえよ。ああ、なに生意気なことを言うな。できないことがあるか。おバカ野郎め。いっぺんにやれってんじゃねえんだ。次から次へならできるだろうが。 はあ。あのな、帰ってきたら、目黒へ行って、三万買ってこい。いやあ、ちょっと待ってくだせい。他でもねえ。おら、ちょっとっくら、おめえ様に相談ぶしてえで。いいよ。そんなものは後にしな。忙しいや。することはいくらでもあるんだから、相談は後だ。10日ばかり後にしいや、どうしても、日の暮れねえうちに相談ぶしてんで。 すんませんが、ちょっくら話聞いてもらいてんでね。改まってなんだえほ、ー、かじゃあにおら、オラおめえさまに、とこ、方向に来て、早えもんで今日で丸三年経つよ。ああ、そうかね。で、おら、昨日ね、このうちへおめえさまはこすちゅうことについて、けえやん。まあ えー、職業あっせんじょでござんすな。あ、それ、顔を出したんだ。挨拶さかたがたな、すると、ああ、ゴンスケ、ええー、とこへ来た。実は国から手紙が届いとる。ちゅうて、国元からの手紙だな。で、読んでみると、とっさまえらく、安べ悪いっちゅうだよ。ことによると、行けなくなるかもしんねえ。と、こう書いてある。 俺のそっつ様、ま、年も年だでね、考えてみたら、おら、江戸に出てきて、かれこれ10年になるだがな。その間、一度も国さ、消えたことがねえ。兄貴が嫁もらうったって、戻ったわけでもなけや。祭りにも帰らねえ。おめえ様のうちに丸3年だ。ここらで一区切り中ちゅうか。 他でもね、とっつさまとも根性の別れになるかもしれねえで、一つ顔見せて、取れるもんなら死に水の一つも取ってやりてえと思って。俺、暇はもらいてえがね。えなんだって急にそんなバカなこと言い出すんだ。えやぶから坊にそんなこと言ったってダメだよ。お前何言ってんだよ。いいか今日ここへ行って、 起こしてきたんだよ。うちの中は右も左もまだ分かってないよ。そば一つ配ってないんだ。そんな時にお前に急にそんなことを言われたって。わしも困るじゃないか。おらも困っとるだね。わしの方がもっと困るよ。おらの方は生き死にのことだからね。ああ、お前の親父っていうのは、まあ、それがマヌケだ。 今頃になってわずらうことはねえだろう。もっと前にわずらっておけってなもんだよ。ま、文句を言っても始まらないよ。いいよ。しようがねえや。暇やるよ。やらねえってわけにはいかねえやな。今日は何日だああ、よしよし。そこにある、ああ、その引き出しから紙入れを持ってこい。えー、っと、じゃあな、給金の残りはざっと。 感情するとこんなところになるだろう。多少多めになってるが、その分はあたしの気持ちだ。おめえにやるから取っといてくれ。はあ、どうもありがとう、おぜやす。ありがていことす。ありがとう、ごぜやす。おかにな、大してないが、これもおまえにやるから。国もとへ土げでも買って帰んな。いやあ、どうもありがとう、ごぜやす。 じゃあほらこれはありがたくいただいておきます。ああそうしろ。あたしは別に願うわけじゃないけどね。亡くなったとかそれとも持ち直すとかどっちかになってまた江戸へ出てくるような了見があったら他に行かないでうちへ来て働いておくれよ。へえありがとうございます。そうさせてもらいますべ。 あ、これでオラ暇はもらったね。ああ、そうだ。暇はもらったれば、おめえ様とオラは主人だもなければ、ま、れいでもねえな。ああ、そういうことな。縁が切れて、あこの他人だな。ああ、そうだよ。となれば、オラ、言いていことがあるよ。 何だよい,いえ、何だってね、実はね、刑案へ寄ったっちゅうことも、国から手紙が来とるっちゅうことも、とっさん患ってるっちゅうことも、みんな嘘っぱちなんだ。くのやろなんて言うことを言うんだよ、お前ら。人間嘘を作ってないよくないこったぞ、それに。お前が嘘を作って、 ことによって、このあたしが困っ、いやいやいや、それはもう、一芸には言わねえもんだ。嘘だっていろいろあるべえな。時には使わにゃあ、なんねえ嘘もあるたて。まあ聞いてもらいて。他じゃあねえ。おら今言う通り、江戸へ来て十年以上たっただ。その間、方向運が悪いちゅうか。 なかなか一つとこに定まらねえ。長持ちしねえだよ。向こうでいてくれっちゅうところは俺の方でなんだか気に入らねえ。俺の方で置いてもらいてえと思うところでは向こうから暇が出るだよ。そのためにけ営やん。行ったり来たりしてね。まあ、ブラブラしとっただ。そんなある日だ。おめえ様んとこっから話があった。 隠居が一人で住んでるが、虫崎が欲しい、中、給金はこれこれだと。ほら悪くねえな。俺は、行くべと決めたよ。一人は、A、ええー。うちのもんが多かったり、また、女中何ぞいてね、そんなもんと仲たいしたり、なんのかんのってな、俺は嫌だし、そんなもんに気使ったり、遠慮するのも勝負んでね。相手が一人っちゅうのはええ。 あ、行くべ、ちゅうた。そしたら、仲間は止めたよ。よしなせえと、飲んでよせって、悪いこと言わねえ。よしなせえ、世の中に、あの陰極くれえ、おめえ様残ったよ。いいかねあの陰極くれ、頑固、頑固はええが、人づけへの荒さ、ちゅうのはねえ。おらたちも、 ほうぼうでをぶってる来たけれども、ああ、あの隠居ぐれえ、人づけえのあれ人ってえのはねえと、こう言うだ。なここにおるものは、3日の間のめみえ奉公がお試し期間が務まらねえ。お前も言っても無駄だから、よした方がよかんべえと、こう言うだ。そん時おらのな。 どこか虫の居所の悪かったのかねそこで短歌切っただよ。何言うたと。相手は使うべえ中から給金を払うんだ。第一人間が人間を使うんだ。どれほど使うたもんでもなかんべえ。おめえたちが三日の間も辛抱できないなれば、俺は三年辛抱してくれべえよと。こう言った。みんな笑いやがって。 大きな口叩きやがって、尻尾を巻いて帰ってくるようなことがあったらどうするだっちゅうから。三年経たずに帰ってくりゃ、おらは負けだんべ、ほな。みんなにうな丼の一平も鎮装してくれべと。その代わり、おらが三年の間勤めあげたらどうするっちゅうたら。あ、なれば仲まで銭出してな。 着物の一枚も作ってくれべえと、まあ、約束ぶってここさきただよおらはねおらは別に着物が欲しかったわけでもなければうな丼が欲しいわけでもねえだよだがいじ注文があるところがなるほど嘘でね仲間嘘は言わねえ本当のことだったよ 世の中にまあ、おめえ様ぐれえ人づけえのあれえのはねえな。俺も方々へ方向ぶったが、おめえ様ぐれえ人づけえのあれえのはねえぞ。それも、無駄に使っていかねえ。そうだべな。ゴンスケ、筆買ってこい。ちゅうから、筆へ買ってくるだんべえ。すると今度は、半紙買ってこい。とこう言う。 半紙買ってくると今度は隅買ってこいと。なぜこれ一んに言わねえ一つとこで買えるべ。だんだんそれがわかってきたから。なんかついではねえのかえっちゅうってもいいから行ってこいという。買って帰ってくればまた同じだ。行ってえこれなんなんべ。 意地悪かなと思ったが別にそうでも。ねえ、だなあ不思議だなぁ。表から帰ってくるときだってありゃ。ってなんだねあのざまっちゅうもんは、それほど急ぐ用があるわけでもあんめえに、うえーっと飛び込んでくるなり、 玄関で帯ほどく、廊下で羽織り脱いで奥の部屋へ来て着物を脱いで湯のへ行ってふんどしを外して、どうなってんだこれは。おめえ様ちゅうもんは、思うことを全部口に出す。やれ、背中はかゆいから。孫の手持ってこいと。孫の手持ってくるとゆえ減るんだから。ああ、湯沸かせっちゅう、うん。入るかと思うたら将棋ぶちに、 出かけるっちゅうだ。その目にお茶入れろ。うん出かけるかと思うと、やめたっていう。一句、うてかんだから、やだ手持ってこい。えー、そのつど、おらの手借りる。めちゃくちゃだよ。無駄に人を使って。ええー、いがねえだ。俺、人間だから、どうやら持ってたけれども、雑巾ならすり切れとるよ。 俺よっぽどやめちまおうかと思ったけどね。俺にも維っちゅうものがあってさ。三年の間辛抱ぶった。もう仲間に会っても俺鼻高けえだよ。なにうな丼と着物の話ではねえだ。俺の気が済むんだ。それに俺はお前様別に綺麗じゃねえよ。人付けえはあれえが。俺 決して綺麗ではねえんだよ。綺麗でねえから俺は言うだよ。少しは考えた方がいいよ。俺も三年の間方向をぶったんだから。何も今日、急にいなくなるっちゅうこともなかんべえとこう思うんだべな。うーんなだ、こまごました用も残っとるしな。ところが、 これには訳があるだなあおめえさま。今度ここへ越してきて前より広くて軽くなことはねえぞ。家賃がただみてえなもんだ。と喜んどるけどな世の中安かろう悪かろうちゅうってろくなことはねえぞとここにつながるんだ。 近所の噂知らなかったべ。この家は世間では、お化け屋敷っつってな、大層な評判だよ。げいこと、一っ子一人住んじゃいねえんだから、夜になるとお化けが出るってえぞ。何がお化けが出ったよ。化け物かいや、お化けが出るだい。化け物におのじなんてもうつけるから向こうがつけあがんな。 何が怖いんだ何が怖えっておめえ様怖いにも何も夜中にふと目が覚めてな喉が渇いた湯茶が欲しいなって言うと、一人でに、それ真っ暗の中に、湯茶が湯飲みがスーッと浮いて出てくるっちゅうよおとろしかんべいいねえ、いちいちお前を起こすことなく夜中に茶が飲めるってな。 まあ、それはいいよ。だけどよ、誰かが持ってくるなら別だよ。何もねえとこへこう、スーッと、それがいいよ。誰もいねえんだからよ。礼を言わなくたって済む。そればかりではねえよ。夜中にはばかりへ行きてえと。廊下を伝って、便所の戸へ手がかからねえうちに、一人でニットがスーッと開くっちゅうよ。おっかねえ。 便利でいいじゃねえか。寒い時なんか懐で押したまま入っていける。ついでに死いでもまくってくれるかおい、ゴンスケ。いいかこっちに危害を加えようというのなら、まあ一刀両断だ。今聞いてや、こっちを楽にしてくれるんだから。文句ねえよ。結構だ。歓迎する。出てもらいたいねえ。強がりって、 目でも回さねえ、三段でもするがええよ。ほら、これからまた他へ方向物だから、せいぜい長生きしなせえ。俺もまあ方々へ方向物だけど、おめえ様ぐれえ人付けえのあれえ人はねえよ。そうかい。わかったよ。どこでも行け。 一枚やった。何のかんの言うけど。ああ、あいつもいいところがあら、よく辛抱したよ。柿をしたとは思わなかったけどな。だが弱ったな。これだけのものが置いてあって、ねえ。あいつのことだから、きちんとはしてあるだろうが、まあいいや。明日、慶安にでも行って、 頼めや。誰か来るだろう。来るったって、三日のお目見え冒頭、えー。お試しが務まらねえのが、するとまた次が来る。またいなくなる次が来る。給金を払わねえで人が使えて帰っていいや。まだ寝るのも早いし。ああ、初見でもするか。点で 本を読み始めているうちにトロトロとまどろんだ。風が吹き込んできたのか、続々として目が覚める。うるっ、ええー、いけない。寝込んじゃったんだ。寒気がする。金なんぞ引いた日には一人暮らしだ。往生しまうよ。布団を敷いて寝るか。 自分で布団を敷くってえのめんどくせえなあ、と言って。何んだ何かいるな。誰だは、は、出たな。おい、そこにいるのは化け物じゃねえのか化け物だろ。こっちへ来い。なに、怖がることはねえ。こっちへ来い。 何もしやしない、こっちへ。一目知りをするんじゃねえ。こっちへ来い。うなんだい、かわいい小僧じゃねえか。え頭を下げて、きちっと座って。行儀がいいな。うん、顔上げろ、顔。おはっは <laughs> なんだい、一つ目小僧じゃねえか。よく見せてみろ。 なるほど、真ん中に一つだ。目が一つでいいのかねそれで、よくりゃ二つは無駄だな。あら、大きな舌出したな。挨拶かはいはい、こんばんは。退屈してたところだ。話し相手になりな。うんなんか面白い話でもあるかいこんな変わった化け物に会ったとか、ええー そんな話はありません、うん、そうかい。まあいいや。お茶でも入れるか。ああ、あれ、火が消えかかっちまったな。ああそこに、炭ああ取りがあるだろ夕顔ああの。それ持ってきて、炭を、そこに入れろ。え火種は、上からでいいや。そうそう、上からでいい。吹くんじゃないよ。灰が飛ぶじゃねえか。ほら、目入ったろ。 一つしかねえ目玉だ。大事にしろああ、そこに土瓶があるだろう。水が減っていないのか入っていなきゃ、組んでくればいいじゃねえか。どこにある見渡しさって座敷にあるわけがねえだろう。台所の水が目に入ってんだよ。組んでこい。ああ、よしよし。その上かけろ。ええー、と、何か。ちょいと食うもんがねえか。えー、かき持ちがあったはずだろう。 台所に。うんザルがぶら下がってるはずだ。それを持ってきな。うん、キャタツなんか立てて取れ。なんだドーンと音がしたぞ。あ、どうした飛び上がったな、ばっか野郎。武将なことをするんじゃねえ。誇りが立つわ。こっちへ持ってこい。えどうやって焼くんですか網を持って 来てこねえでどうすんだ気の利かねえ小僧だなお前は。火の上へ直に乗っけりゃ燃えちまうじゃねえか。網がどこにあるどこにあるって聞くめえに自分で探したらどうだああ床の間にあるわけはねえだろう。う自分で考えてやれ。ああ、次から次へ判断のできねえやつをバカと言うんだ。 判断が間違うから処理が間違う。ものの順序だ。バカ野郎。自分の仕事は自分でやるもんだ。よし。網を上へ乗っけろ。あで、ああ、下地だ。ああ、配の中へ入ってら。小皿に醤油を入れて持ってこい。餅が焼けたら、ここへ持ってきな。おめえもよかったら、食いな。<え>生でかじる。 あ,あ、そうかい。どうでもしろ。ほらほら。よく見て焼かなきゃだめだ。何度も何度もひっくり返して焼くんだ。昔から餅は小敷きに焼かせろってくれいだ。キョロキョロよそ見をするんじゃねえ。誰も気やしねえ。心配するな。はい。はい、ありがとう。おーうまいな。うん。あい、ゃおいだろ。 結構なもんだ。餅はもう少し焼け。あとを片付けなよ。台所行って汚れ物を全部洗っちまいな。何流し場がぬるぬるしてるぬるぬるしてるという口でなんで服気にならねえんだ。武将もめえ。そうそうそうだ。そうやれゃいいんだ。あ、なんかこっちに言わせんな。ああ。 台所行ったら、湯戸のへ行け。明日の朝、俺は湯へ入るからん、水を汲み込んでおけ。薪を三歯ばかり割っときな。割ったら部屋を掃除しろ。ここ全部だ。戸を食っといて吐くんだ。吐いたら吐き出せ。吐き出したら拭け。水を汲んできて拭くんだ。何度も絞って畳の目、 えなりにな、何度も何度もよく拭いて、拭いたら廊下も拭け、はばかりも掃除しとけよ、上手の水もかえときな、手ぬぐいをかけとけよ、何をぐるぐる回ってやがんだ、おっと危ねえ、ほら、手桶をひっくり返しやがったな、ばっかやろ、まず桶を起こせ、後を拭け、拭き取るんだ、あ、なめちまいや。 野郎汚ねえやつだなまあいいかああ拭いたら他の部屋も残らず残らずにだぞうん掃除しまいなやっちまいなう、はあ、残らずやったかやったら庭へ降りて草むしれ縁の下の方にな そっちも生えてんだろ縁の下に入んな。体が小さ小さいんだから入れるだろ。おっと、おい、小僧、小僧、行けんとこ、ぴょんぴょん、毛飛んでるな、なんだあれ、それ捕まえろ。右だ、ね、左だ、ああ、池の中へ、こっちあった。え、どうした捕まえたかこ,こっちへ持ってこい。なんだ帰るか、いらねえ。 ああ、草蒸しったか終わったら手と足よ。よーく洗ってな。後ろへ回って肩叩け。ああ、よしよし。お、おうまいうまい。そこ、下。ああ、押せ押せ。よし、ああ、いいな。手がしなるからいいや。小僧はうめえ。おめえはあんまんなれるぞ。目をつぶしてやろうか一つつぶしゃあいいんだから。 嫌か。勝手にしろよ。ああ、よしよし。もういい。ああ、もういい。もういいったら、ピタッとやめるんだよ。止めろ。止めるんだ。え政じで叩かれるのは、あたしは嫌だからもういいよ。そこにある本を片付けちまいな。片付けて。ああ、そこにある本へ、しおりを挟んで、そこへ入れておけ。 そこらにあるこまもしたものを残らず片付けてな。ああ、こをとんな。とこ、あっちの部屋だ。布団を敷け。おい、こら。枕を放り出すやつがあるか。布団は二枚敷いて、その上、敷布を敷いて、あたしが、ああたしはな、 枕がな、真ん中浮いていないとな、嫌な立ちなんだもな。ぴたりと真ん中へ浮けよ。掛け布団を食っといて、俺の着物を脱がして。ほらいつまでも裸にしておくんじゃないよ。すぐ寝巻きを着せな。ああ、それは、なあ、遺向にかけておきな。ああ。それな、絵文かけみたいなもんだ。私は布団の中へ入るから。 布団をかけてな。四隅を抑さえるんだ。いいか風の入んないようにちゃーんと四隅を抑さえて。私は寝るよ。バケけンもどっかへ行って寝ろ。モけバケけン,ン消えちまったのか。シーンとしてら、はっはっ、バケけ物は結構役に立つな。 翌日、昼間のうちは何のかんのと用事があって夜になる。また一人っきりだ。初見をする、とろとろっとまぼろんだ。ところで目が覚めた。おお、いけねえねえ。べに続いてまたやった。おや、続くっとするよ。はっはあ、もう出てやがら。そうか。続くっとさせるのはバケモンがこれから出ますって合図か。おい、バケモン、こっち行きな。 遠慮はいらねえやな。来たな。おい、今度は女だ。いいねえ、振り袖来て、なんとも言えねえ。顔上げろ、顔。ああ。あれのっぷらぼうか。何にもねえなおめえの顔は、よあし、墨をすれ。お前の顔へ目鼻をかいてやろう。え嫌だ目鼻が嫌なら字でも書こうか。 へのへのもうへじだ。それも嫌い嫌かそうかい。やんならよしった。もう、よしな。うん。別に、どうってこともねえや。ああ、喉が渇いたんで、お茶を。ああ、確か。喉が渇いたと思うと、お茶がスーッと来る約束じゃなかったのかああ、まあいいや。すぐ入れろ。ちょいと待ちなや。それじゃあダメだ。 その着物はなんとか帰ろ。振り袖じゃねいけねえや。用をするのには不向きだからな。なに横向いてくれって。横向いてこっちを。おっ。汚すりに変わったのいいなあ。ご天女中みたいだ。たすきかけて姉さんかぶり。よしよし、お茶。おうん。その前に、ちょいと飲むかなぁ。二三本つけて酒をな。 一本でいいや、クリへ入れてなうーん、火起こしてどうこの中の水を沸かしてその中へ放り込んでおけ何か酒の魚を何かあんだろうかき餅だああ小僧に聞いたのかかき餅はダメだめだ干物があるだろう台所で焼いてきな塩辛があるはずだあとで飯を食うから飯を炊きなで おつゆうな、味噌汁でもいいや。たくあんがあるだろう。なかったら何か漬物を出してきな。海苔でもいいや。お、缶をしたり焼いたり出したり探したりしてる暇にそっちの部屋へ行ってみろ。いろんなものが減ってるからな。まず夏物を残らずしまっちまえ。秋口の着物を出してきな。 ああほころびたのもあるだろうああ。それを全部縫っちまいなよ。足袋の小はぜをつけときな。ああ手ぬぐいはな。手ぬいはただんで一つとかに置いとけよ、うん。ダメになったのは雑巾にしときな。うん、湯戸のへ行ってみろ。洗濯物が山のようにあるから、全部洗っちまいな。ああ何下帯があった。恥ずかしい化け物のくせに恥ずかしがんなよ。 どるんじゃねえや。用事をしろ。洗ったら、物は、洗った物は干しておけ。干す、え、とこがあねえのか。ああ、なきゃ。どこでもいいや。そのへんああ。うまくやれ。へえー、でも、なんでも。きれいにして、そこへ干しときゃいいじゃないか。構えやしねえ。おい、酒と魚ど士したん前に置きましたお、おっとよ。置いたら、置いたと。 何か一言言うもんだ。干したら玄関行きな。下駄箱に花尾が切れてるのがあったろう。げときなよ。足田の妻革が汚れてき、汚れてんのは二つ、二つある。二足ある。せろ残らず綺麗に洗って干しておけ。ああ、それからな。ついでにその辺、配いちまいな。部屋残らず配いちまえ。部屋吐い入ったら 吐いたか吐いたら。早いとこ、布団を敷いといてもらおうかな。うっ、酒をもう一本つけな。うー、つけてるおー、偉いね。気が利くようになったの。うん。ついどくれよ。よしよし。結構なもんだ。布団を敷いたかああ、ここへ来て肩を揉め。あんま押しろ。あよしよし。ああ、うまいうまい。 ご飯はいらねえ。寝るよ。残らず片付けとけ。ちゃんとしとかねえと、ひどい目に遭わせるんだわ。ほら。俺は寝ちまうから、お前も寝ろ。昼間は来られねえのかダメか。まあいいや。あれいなくなっちゃったよ。ああ、いいなあ、こりゃ。人を使うより、よっぽどいいや。 三日目になるって言うと、また、続々っと目が覚める。この続々っとするのも、気味が悪かったが、慣れるとまた、いいもんだな。これから、なんか始まりそうで、気持ちが踊ってくるね。おや、来たな。今夜恐ろしく大きいな。ドッテンと座って、いいな。三つ目入道だ。胸の毛なんぞ、針植えたようだな。 立派なもんだな立ち上がって。あはは。すごいな部屋いっぱいになっちまうんじゃねえかおや頭が見えないよ。屋根の上に出たのかこいつ。うん。と言っても、天井を突き破ってないところがさすが化け物だね。えらいね。おい。座んなよ。こうやって見てても絵になるぞ。ももんがーってなことを言ってるわ。 決まりが悪い恥ずかしやがってやる。遠慮はいらねえよ。あーしよし。待ってたんだ。することはいくらもある。ああ。え、水がめ水を組み込んじまえ。おい。水がめぶら下げていくとこなんぞ。いいね片手を伸ばして井戸から汲むとこなんぞは立派なもんだねおい、風呂へ水入れとけよ。薪き割れ。二三十パー割っちまえ。 割ったらその辺を片付けて、ああ、庭へ回って松の木にかかってるスター払っちまえ。で、蜘蛛の巣みたいなのを残らずこう綺麗にして、松の木の上から水かけてみろ。おめえならできるだろおい、石道路を建てろ。おい、よし、汚れてるところは残らず拭いてな。よし、こっちの方へ置きな。 池屋をさらっちまって、きれいにしとけ。苔は洗うなよ。水を入れとけ。塀が壊れてるからそれを直しとけ。あそのにに庭石こっちへ持ってきな。そこへ置いとけ。いや、その庭石はそっちへ持ってきな。そっちだ。そっちの庭石をここへ持ってこいと。その庭石をこっちへ置いてみろあ。あんまりよくねえな。 これ向こうへ持って行ってみな。いやー、前のようにしろ。元のようにしとけ。ああ、それからね、屋根の草を取れ。たくあん石をどっかへ行って持ってきな。んうーん、河原へ行きゃあるだろう。それからな、あ行っちゃったのか。あ帰ってきたか。何 五つ六つ抱えてきたのかあ。そんなに持ってきたって。塩がね、一つあればいいんだ。あと原へ置いてこい。武将すんなよ。あ、来たか。布団式ね。お、手の上へ乗っけて。餅みてえだな。あたしは布団の中へ入っちまうから、上へ押さえ、あ,あ、なくていいよ。 ああ、潰れちまうといけねえから。他の仕事はやっとけよ。やしやし。私は寝るよ。用が済んだらお前も帰って寝ろ。化け物頼んだよ。なんて。なあ、もんでね。こりゃいいや。使うは化け物に限る。なんてんで。翌朝は朝から山のように仕事を用意して待ってるってえと。やっと くれかかったかなと思うとそこへちょろちょろっとおもう来てくれたのかこれはありがてえやなじみがいになったってもんだ早いとこ来てくれるってのは夜がたっぷり使えてこっちもありがたいんあれなんだタヌキが来たよ それもこだぬきだ。ああ、そうか、お前か。毎晩形を変えてきてくれるのは。ああ、そうかい、わかったよ。どうも、いろいろありがとう。え早速だがな、庭へ。んなおい。どうしたいだいぶやつれたな。涙ぐんでやがら。どっか具合でも悪いのかどうしたんだ お暇をいただきとうございます。なんであたしも方々へ化けて出ましたが、あなたくらい化け物使いの洗い方はない。じゃん。